第3次、中曽根内閣は、中曽根康弘が第73代内閣総理大臣に任命され、1986年7月22日から1987年11月6日まで続いた日本の内閣である、自由民主党の単独内閣。新田振り解散での与党自民党大賞の功績により、中曽根の自民党総裁としての任期が特例で1年。 延長されたことを受けての本格政権であった。国鉄分割民営化を抱える注目の運輸大臣には、三塚博士の再任が有力視されたが、橋本龍太郎が就任した。1986年8月、連立与党であった新自由クラブは回答され、多くが自民党に交流した。同年9月、文部大臣の藤尾正幸が、 韓国併合は合意の上に形成されたもので、日本だけでなく韓国側にも責任があると述べたことに、対して韓国側からの抗議があり、中曽根は不条を罷免した。公認の文部大臣は、塩川昌十郎が就任。同月の党大会において、中曽根の総裁任期1年延長が正式決定。同月、中曽根は、アメリカには黒人などがいて、知識水準が低い。 と発言。この後批判を浴び、陳謝した。同年12月、防衛費1%枠撤廃を閣議決定した。第二次内閣時代より、円高不況と日米貿易摩擦の対策として、内需拡大政策を打ち出していたが、原油価格低下もあって統計上は、この12月頃よりバブル景気に転じたとされる。1987年2月には、 売上税法案を国会に提出したが、中曽根が同日戦前に大型間接税を導入しないと言明していたことから職限ではないかと批判された。売上税に対する小売業界の猛反発と3月の参議院補選での自民党大敗があり、さらに4月の第11回統一地方選挙でも自民党が敗北したことから売上税法案は撤回された。この煽りで、 昭和62年度予算の成立は5月20日まで遅れている。遡って、同年4月1日、国鉄が分割民営化され、JR6 社が発足。同年6月、総合保養地域整備法を制定。民間活力の導入によるリゾート産業の振興と余暇活動の促進を目的とした。同年7月、自民党。 田中派内の大多数の議員が新たな最大派閥、形成会を結成。同年10月、自民党総裁任期の満了を控えた中曽根は、次期総裁に、同党幹事長の竹下登を指名、党大会において正式に決定された。翌11月、中曽根内閣は総辞職した。1986年7月23日任命。ありがとうございます。